はいどうも皆さんこんばんは、プチプチです。今回もですね、かくれんぼ視聴者さんとやっていこうと思うんですけど、まあ、前回ね反響だった白インクでやっていきたいと思います。最初は僕が鬼です。さあ皆さん始まりましたね。久しぶりに視聴者さんとかくれんぼやるんですけど、なんだろうね、なんかね制服をね着てこようかなと思ったんですよ。制服のなんかアミーボ、あのガールのアミーボ買ったから制服着てこようかなと思ったら、なんかあの、ね、業務用の靴履いてきちゃった。あ、待って、俺ガチエリアにしちゃってるわ。嘘でしょ、マジか。嘘ー、やり直します。さあ仕切り直してやっていきましょう。先ほどは見て見ぬふりしてください。ブラウザバックしちゃダメです。見て見ぬふりだけしてください。では残り3分まで待ちたいと思うんですけど、あのやっぱりかくれんぼって暇じゃないですか。あの鬼ね、うん、缶切りとかくれんぼと朝ごはんものすごく暇ていうか一人寂しいよね、うん、朝ごはんなんて特に一人寂しいよね。僕一人暮らし始めたんですよ、高校生なのに。高校生なのに一人暮らし始めて、朝ごはん寂しいです。え、なんか奇跡的にみんな同じ武器なんだけど、あれか、きっとああいうタイプか、ディズニーランドに行ったらペアルックしちゃう系タイプか。いいな、いいな、ディズニーランド。やべえ、一人です。なんか喋ってんの寂しくなってきた。どうしよう、なんか寂しくならない方法ないかな。歌おう。こんなこといいな、できたらいいな、あんな夢こんな夢いっぱいあるけど。みんな、あ、やべ、みんなもうあれだわ。あれ、なんかみんな一人いなくなってない？あれ、みんないなくなっちゃったよ。あれ待って、しかも残り18秒。おい、一体どういうことだよ。よし、また勝って、イエイイエイ、おい、俺の勝ち。かくれんぼなんてもうやってらんねえわ。なんで回線落ちするの。さあテイク3やっていきましょう。はい、グダグダだな今日。グダグダだ。え、どれぐらいグダグダだって。俺だってソファーでゲーム実況やってるぐらいグダグダだわ。ということでもうカット、残り3分になるまでもうカット。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、スタート。さあそういうことで見つけていきたいと思います。まあ、大体ね角とかにねいるから、角攻め行きましょう。ね、大概ねここら辺にね全員いそうな気がするから。前さめっちゃ近くにいたからね。まあ、とりあえず角っちょ攻めをしながら行きたいと思います。この辺とかもいないよね。とりあえず角っちょここら辺来てるってことだから、もしかしているかもしれないよね。ここら辺 OKOK です。あ、もしかしたらこの上のさ方にいる可能性ありますよ。 OK、 いなかった。んー、またこれは難しいね本当に。この壁とかないか、マジか。いないんだけど。いた今。いないよね。ちょっと待って、マジでいないぞ。これはどうしよう。マジでいないんだけど。こういうところにさ、手前側に隠れる人ほんといるからさ、手前側をさ、容赦なく塗らないとさ、ほんとにね、負ける。待って、いないわ。あ、これいないわ。普通にいないわ。もうこれはあっち側行くか。もうこれはあっち側に行って、勝機をもらいに行こう。オーケーオーケー。任しと金さい。俺は絶対に、捕まえるから。見てよね、今。いなかった？いない。嘘。いや、あと1分くらいしかいんだけど。これ0人あるか、これ。0人逆にすごいよ。素晴らしいよ。褒めたたえてほしいぐらいだわ。0人。え、いなくない？マジで。え、やべ、安倍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 総理。え、本当にいないんだけど、いったー
やーりーってことはだよ、皆さん絶対ここら辺にいるから、絶対ここら辺のね、隅っちょにいるから、隅っちょ、隅っこじゃないよ、隅っちょだよ、隅っちょで、上とかにもね、いそうな気がする。いないよ、やっぱり。矢倉のとこ行ってみる、中央この辺ね、この辺いそうじゃない。いない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 よ、マジやばいよ。あーやばい、一匹しか捕まえられない系これやばい。4、3、2、いいよね別に、一人見っけたもんね俺。一人見っけたからいいよね。うん、一人見っけたよし、褒めてもらおう、お母さんに。あー、もしもし、一匹見っけたよ。さあ僕が次隠れていきましょう。まあ、みんな武器同じ武器使っていたので、僕はみんなと違う武器使っていきます。はい、空気読めません。さあどこに隠れようかな。ここね、意外と難しいからね。そう、さっきもね、みんなよくわかんないとこに隠れてたから、とりあえず俺はもう決めてある。俺はもう決めてあるの。そう、あのね、どれぐらいのね時間をかけて俺はね、かくれんぼをやってやりまくってこの場所を見つけた。そう、ここはもうね、絶対に見つからないと多分もう断言していいかもしれない。ここで、あ、待って、はいはい、これでいけるっしょ。登った形跡ありまくりやけどね。よし、行け、落ち着け。あれ、はい、オッケー、いけたけどいけない感じ。よし、塗りはみんなに任せて僕はここに隠れます。絶対にバレませんよこれ、 100% バレないわこれ。さあ残り30秒ぐらいになるんですけど、意外とここね、外のね風景を見れちゃう。なんか奥にあれだね、マンションみたいなのあるね。ビル、意外と都会なんだねここら辺って。初めて知った。やばい、景色なんて見てる場合じゃなかった。ちょっと待って、危ない、あぶねー、あぶねー。どうだガールちゃん、こっち見んじゃねえよ、見つめんなって、やめろって、ほんと照れるじゃねえかよ。やめろよそんな見つめ。はい、ということでスタートします。鬼がピー。さあ、でも絵面がものすごくね地味なんだよね。俺がこの画面の上で、画面上でやってることって言ったら、左スティックを上に動かし続けることだけだからね。別にそこに面白みもないし、そこに面白くコメントをすることも何もないから、とりあえずみんなに伝えとく。好きな食べ物はエビフライです。さあみんなどこに、あ、全員捕まってないっぽいですね。一人ちょっと危ないかな、あれすごくない？俺この状態でこれをキープできる、この神業天才的。これ多分ノミネートされるね、これ。映画で出演できるわ、これ。やばいぞ。あ、やばい。来てるよ。来てるよ。来ないで。皆さん、本コア見ましたか、本コア。僕ね、本コアものすごく見たくて。で、家に帰って本コアつけようとしたら、それで、本コアのやる前日で、逃しちゃったと思って、勘違いして見てなかったんですよね。そう。その次の日に本コアがやってることを知らずに、僕はお昼ぐらいから寝始め、起きたのが次の日でした。見たかったな本コア。さあ全員捕まってないですよ今のところ。あと1分になりました。さあモノレールもね、元気よく走ってるお客さん。カルビーのポテトチップス。俺だけ捕まったんだけどマジで。え、みんな捕まってないもんね。え、俺だけ捕まった感じ。あ、わかった。俺だけ違う武器使ってたから俺だけ捕まったんだ。ちょっとみんなのところを見に行きましょう。さあちょっとここにね登らせていただきます。これで見やすいでしょ。さあ、え、あれどうやって行ったの、あれ、え、あれどうやって行ったんですかね。え、なに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 、え、
ちょっと待って、お兄さん。ラッスンごれられてなんですの。ちょっと待って。あ、一人やられてるし。何あれ。あれってどうやって行くんですか。ちょっと待って。あー、こうやって行ったんだ。これわかんないわ。で、こういうことでしょ。やべ。あれだわ。ベストナンバーワン賞 MVP です。ございます。ここに隠れてた人誰だか忘れちゃったけど、これわかんないって。これで俺ここでしょ。わかるわけない。これうまいな。やり手でやり手。ということで皆さん、ご視聴いただきありがとうございました。視聴者参加型のかくれんぼは Twitter で募集していますので、皆さんぜひご応募よろしくお願いします。ということで、また次回スプラかくれんぼ2でお会いしましょう。一回よろしく。